こんばんは。皆さん、そしてナミさん。深夜のコソコソ話でございます。あの、今回のコソコソ話は、私のメインチャンネルがまたですね、アカウントの制限をいただきまして、現在、サブチャンネルからの放送座へってことなんですよ。一週間のこんな停止措置を食らってしまいましてね。なんやかんやで今年は半分ぐらいがこうやった制限を受けている状態になっております。まあ今ね、ガーシー効果なのかどうなのか、YouTube や Twitter 界隈では、 アカウントの制限やバンっていうのがね結構たびたび目に見られるんですけどもどんなことでこのね言論が制限されるのかってこと分かりませんね私も今回なんでねチャンネル制限を受けたのかっていうのはこの動画ですよって指定を受けたんですけどもいや非常に分かりにくいということなんですようん、私が指定を受けた動画っていうのはあのカンボジアのね子供たちに援助してますよっていう風なねそんな動画だったんですけどね 何なんだよと。うん、それはいきなりことなのかみたいな感じでなっておりますけど。まあでも、いつもね、ナミさん、こうやって、ナミさんのチャンネルから、私のチャンネルのね、変化を紹介していただいて、本当に助かっております。ありがとうございます。まあ今後もですね、この使わせていただいている YouTube チャンネル、おかしな制限を受けないようにね、気をつけていきたいと思うんですけども、まあなんせね、扱っている情報が多岐にわたりますので、何かこう、 過去にアップロードした情報をやり直そうと思ってももうね探し出すことが不可能です、まあ、これが YouTube チャンネルで量産動画をしているデメリットかなと思いますよねうん何かねチャンネルを切り分けていくっていう方法もありますけどもやっぱ集めた視聴者さんこの1万0千数百人っていうインパクトはちょっと失わせられないかなと思いますでサブチャンネルで、まあ、やってますとまだね500人にも行ってないんですよ だから実質サブチャンネルのチャンネル登録者数が、うーん、まあより実態に近いのかなと思いますけども。まあけどね、人によっては1万人以上いるチャンネルだから、あー来ましたよ、見ましたよ、再生しましたよっていう風な初見さんもいらっしゃると思いますんで、その意味でも、このサブチャンネルは8月14日まで使わせていただいて、その後はまたメインチャンネルで頑張っていきたいと思います。これからもお付き合いよろしくお願いします。